も皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、このオイルの付け方についてちょっと検証してみました。コテで巻いてからオイルをつけるのと、オイルをつけてから巻くので、どういう違いがあるかっていうのを検証しているのと、あとやっぱりこう仕上がり、パサつきがないように完全にしたいとか、ダメージを完全に抑えたいとか、なんかそういうのとかでも全然使い方等がちょっと変わってくるので、これでちょっといつも悩んでる方、よかったらこの方法で試してみてください。それでは動画をどうぞ。まずサイドの部分を半分に分けて、下の方から巻いていきます。今回は外羽で巻いていきます。表面の部分も毛先を外羽にして、中間もカールをつけていきます。これが巻き終わった状態です。少しパサつきがある感じになっているので、この後オイルをつけていきます。 N ドットのオイルをつけていきます。500円玉ぐらいの量を取ってしっかりとつけていきます。なるべくこうパサつき等がなくなるように、ウェット感が出れば OK です。巻いてからオイルをつけた状態です。少しだけですがパサつきが残ってて、カールも若干弱くなってる状態です。はじめからオイルをつけていきます。こちらも同様に500円玉ぐらいの量をしっかりと最初につけていきます。オイルをつけた後はこんな感じで、パサつき等もしっかりと抑えられている状態になってます。また半分に分け取って、下から巻いていきます。下の部分は外巻きで巻いていきます。上の部分も毛先は外巻きに巻いて、中間にウェーブをつけていきます。オイルをつけてから巻いた状態になってます。パサつきも抑えられてて、カールも綺麗に残っている状態になってます。巻いてからオイルをつけた方はやっぱりパサつきだったりとか、カールが少し弱くはなるんですけど、髪の毛等のダメージは極限まで抑えられている状態になってます。オイルをつけてから巻いた状態です。パサつきも極限まで抑えられてて、カールも綺麗に残っている状態です。ただやっぱりオイルをつけてから巻くことによるので、結構ダメージとかは多少出るかなと思います。両方メリットデメリットはありますが、髪の毛の状態を考えてやるようにしてみてください。